どうもこんにちは、なっちでございます。今日ね、1950日目のログインボーナスでございました。なので年明けてちょっとぐらいですかね。それで2000日かと思われます。12月なんですね、ほとんどね。早いね。はい、今回使うパーティーはこれじゃなくて、はい、こちらでございます。三蔵法師ですね。こちらのキャラクターが一昨日金曜日に進化してまして、使ってなかったんで使ってみたいと思います。まあわらしべをやってる身としてはね、こういう降臨キャラの進化ありがたいんですけど、最近やってないんでね、11月難しいんでね。デモニアスで北欧ラッシュ勝てたらそんな苦労しないもんね。はい、リーダースキル、操作時間が4秒固定になるが、光を6個以上つなげると3倍、ドラゴンタイプの HP が 1.5 倍、攻撃 2.5 倍ってことで、まあ、条件はあるんですが、そこそこ強い火力が出るよっていうパーティーですね。まあスキルはまあまあって感じ。あ、でも2倍、あ、システムになるのか、リダフレで。なるほど。じゃあ別に回復バッジにする必要もないのかな。でも特になんかね、ないもんね。回復でいいよね。はい、ってことで使っていきたいと思います。パーティーはこんな感じです。本当は孫悟空がいた方が良かったのかな。彼を作ってなかったんで、キリンとか入れてみました。行きましょう。大ノートは無理かな、さすがに。じゃあ一回ヘイムダル行ってみるわ。さてさてさて、ここではスキルを使いたくないが、とりあえずシステムをつけておいて、ここは耐えましょう。あ、でもなんかあのテントウムシくんが光を食いそうですね。そんな気がします。短い4秒でした。作ってくれるがね、そこでやっとれという話ですよね。わざわざこの盤面でそのやんないでくれと言いたくなっちゃいますよね。キリン使います。操作時間固定されてるんで、キリンとかシャゼルみたいに熱変換だと助かりますよね。光ゼロ。うわうわうわ、なんかめんどくさいダンジョンに来てしまったんではないか、これ。光ばっかやな、こいつは。やばい、間違いなくやばい。あ、そうでもない。はい、結局こうなりましたと。あー、まあまあまあ、スキル溜まったからいいよ。じゃあな。その盾をもう剥がして捨ててやりたい。この木の上から投げてやりたい。それぐらい腹立ったね。はいはいはい、これ用具使いましょうか。ちょ、もったいない気もするけど、バイン、あ、レッツ回復一応あるんですね。シャゼルが持ってるってなんかレアですね。でシャゼル使って列回復もしちゃう的な。さあどうでしょう。イエス。はい、そして4回が4回こいつだよね。遅延地味に多いな。これ使っといて、まあ、キリンでも使っといて、倒してやればええんちゃうかな。いや、これはダンジョンの相性が悪かったですね。普通に強いんですけど、ライトシールドっていうね、野郎がいましたので。で、まあ、ここも闇の落ち込みがなければ大丈夫だと思いますので、倒します。さすがに降ってこないと思うよ。本当にクソゲーだよね。頼むわ、マジで。いや、動画のね、見どころ作ってくれたんだよね、今のはね、きっと。よし。OK。ってことで、ヘイムダルは相性が悪すぎました。シードラとかいう、なんかもうね、めんどくさいだけのキャラクターね。じゃあガイノートですかね。やだな。
下加藤頑張って。じゃあ、いやでもさ、フォークロアとかいるじゃん、やだ、やっぱやだ。あ、でも覚醒解除ってこいつできるんだっけ。できないよね。じゃあ嫌だな。かといって他にダンジョンがありますかって言われたら、まあ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 、あの辺にしましょうか、この辺にしましょうか。パーティー自体そんなガチガチでもないんでね、まあここは絶対勝てると思いますけど、ここやっていこうぜ。いかにこの操作時間で頑張れるか。火力もめちゃくちゃ出てるわけではないな。はい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 、めんどくさいよこれは。こいつが最近嫌いなんだよ。ただ回復2倍が伊達ではない。素晴らしき、これは素晴らしきだね。いいぞ、落ち込んが入ったのも良かったけど、普通にいい感じですね。問題である回復力は自身のスキルでどうにかできるっていうね、非常に器用なキャラクターではあると思うんですよね。うん、まあデビラは楽勝だな。だからデビラの方が簡単だなこれ。シードラマジマジマンジしかも耐えちゃったし、お耐えしちゃったんで、光がしかもないし、変換使いたくないし、バインド効かないし、これはドラゴンタイプの倍率かかってるんで、こんだけでいけてほしい。なんとかいけましたね。花からはこれでよぐっちゃって、久しぶりに列を使ったかな。久々になんかパリンパリン聞きましたね。はい、それでは倒しましょう。毒も消せるんでね、地味に嬉しい。よいしょ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 。 OKOKOK。まあ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 、降臨キャラにしてはいいよ、いいですよ。ただわざわざ降臨キャラ使いますかって話ですよね。なんで本当になんかディオスとかみたいにサブに入ってくるようなキャラクターでない限り、降臨キャラってやっぱそんな使われないんで、やっぱ敵で出てきた方がめんどくさいってイメージがありますよね。実際バルカン進化して使ってる方いますか、あいつ。どっちかっていうと敵で出てきた方がめんどくさいってそのイメージの方が強かったですよね。まあ新タコドロップが狙えるっていう旨味もあるんですけど、まあ三蔵法師きっと中華ラッシュに出てくると思うんで、皆さん頑張りましょう。僕の予想では光闇吸収をしてくると思います。多分両方のその要素持ってくると思いますね。はい、ということで以上ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。